私立クリーチャー学園は全寮制のエスカレーター式一貫名門私立校。全世界津々浦々から個性的な才能や能力を持った女の子を財団職員先生たちが集めていて、現在の在籍数は2000人以上。でもご用心、あんまり馴染めなかったり地味だったり、むやみに暴れるような子は、いつの間にか退学や行方不明になっちゃう不思議な学校でもあるの。そんな学園にある日、突然男子生徒の転校生が入ってくることが分かって、さあ一度きりの青春、イケてる女の子たちとハラハラドキドキの学園生活を謳歌しよう。俺の名前は D65614J。今のところ私立クリーチャー学園で唯一の男子生徒が。女ばかりのこの学校で、しかもこのルックスなの。自分で言うのもなんだが、まあモテてモテて迷惑してるくらいだぜ。いや正直な話。困っているのは事実なんだ。毎日のようにいろんな女の子からアプローチを受けるのは悪い気分じゃない。でも中には、なんて言うのかな、肉食系女子っていうのか。はっきり言って、危険な女の子の方が多い。例えば最近俺をストーカーしている女性と、今もほら、壁際からこっちをじっと見てるだろ。じー。ま、怖いだろ。実際怖いんだよ。あいつを見かけたら絶対に目を離しちゃいけない。睨みつけたまま退散しなくちゃならないんだ。もし一瞬でも目をそらしたりしたら。じー。いやあ。前も俺は、ストーカー女に首を折られるような間抜けないい職員だったが、今回も俺は完璧だぜ。ってな感じで、いきなり目の前に立ってたりするんだよ。怖えだろ。あれ、また俺の名前がカウントアップされてる。しゃあねえな。もう一度自己紹介しておくか。俺の名前は D65615J。今のところ私立クリーチャー学園で唯一の男子生徒が。まったく、あの女生徒につきまとられるようになってから、毎日のように名前がカウントアップされて迷惑してたんだ。でも最近はそんな恐怖を感じることも、ほとんどなくなった。なぜなら、 B 君、おはよう。 B さん、おはようございます。彼女たちは下級生の愛子ちゃんとさやこちゃん。家猫のようなとても好奇心が強い彼女たちは、唯一の男子生徒である俺のことに興味津々らしく、最近ずっと俺のそばでちょろちょろしてる。ほんと子猫みたいで可愛い二人が。 B 君、 B 君、あれ、 B 君、 B さん、また番号が増えてます。あちゃ、もっと早く投稿すればよかったね。さや、うん、明日はちゃんと早起きしようね、アイちゃん。ははは、番号が増えたくない俺は気にしないよ。というか番号が変わると、体がリフレッシュした感じがして調子がいいくらいさ。そんなのダメだよ、B 君。今度こそ、守ってみせる。実際、彼女たちは俺をいろんな危険から守ってくれている。二人がいる間は、あのストーカー女も俺には手を出せないし、俺に危険が迫ってくると、ぴょんぴょん飛び跳ねながら知らせてくれるんだ。本当にいい子たちが。あ、シャイコちゃんおはよう。シャイコ？そんな生徒、うちのクラスにいたっけ？どれどれ？ダメダメ、ダメだよ、B君、見ちゃダメです。な、なんだあの口。俺、を見て突然叫び出したぞ。く、来るな、こっちへ来るな、じゃ。また守れなかった。